蛍光ペン、蛍光ペンは、フェルトペンのうち、半透明の蛍光性インクを用いたものである。蛍光ペンの使用の様子他の一般筆記用具で、記した文字内印刷文字の上から、重要な語句などに重ねて、ラインを引く用途に用いるラインマーカーの一種である。半透明であるため、重ね塗りされた文字を読みやすく、また蛍光色で目立つ。主に学生やビジネスマンに使用され、 国有グループ会社が有色者を対象に2015年に実施した調査によれば約8割に使用されている。蛍光ペンの色には主に黄色、黄緑色、オレンジ色、ピンク色、水色、紫色などがある。このうち特に黄色などの淡い色は複写機のコピーに映りにくい性質があるが、これは複写機の読み取り機能や濃度設定にも左右される。蛍光が穏やか。 またはほとんど発しない色のラインマーカーも、慣習的に蛍光ペンとして扱われることがある。これらは、蛍光の眩しさを抑えた、設計の製品としても存在すれば、限られた色の蛍光物質を配合している、製造上の理由によっても存在する。一部の蛍光ペンには、染料系インクゆえの、対光性の弱さや、溶媒成分が関熱紙を変色させるといった、 問題があるが、改良によって、よりタイ、光性の良い顔料系インクや、応 a 対応を謳う製品が開発されている。その他、カートリッジインクを使用したものや、消去が可能な蛍光ペンも発売されている。類似用途のものに、固形蛍光マーカーやテープ式蛍光マーカーがあり、ペン先の乾燥しにくさや裏抜けしにくさ、消しゴムで消せるといった特徴がある。 ドイツのスタビロによれば、1971年に同社が世界初の蛍光ペン、スタビロボスを発売した。トンボ鉛筆によれば、1974年に同社が国産初の蛍光ペン、暗記ペン蛍光を発売した。ゼブラによれば、最初の太し、最良等の蛍光ペンは1975年に同社が発売した蛍光ペンにとされる。 このアイデアは同社のハイマッキー開発にも活かされた。2000年、三菱鉛筆はペン先に透明な窓を設け、各、際の視認性を改善したプロパスウィンドウを発売した。2006年11月、パイロットコーポレーションはラバーでするとインクが消えるラインマーカー、フリクションラインを発売。2008年10月には蛍光インクを使用したフリクションライトを発売した。 2014年4月9日、国曜は1本で異なる2色を描き分けることができるビートルティップデュアルカラーを発売した。2020年2月12日には1本で濃い色と淡い色を描き分けることができるマークタスを発売した。カラフルな蛍光ペンのペン先、蛍光ペンには多様なカラーバリエーションが存在する。一例として、 ゼブラの蛍光オプテックス 1EG のラインナップを示す。なお、ゼブラでは淡い色を用いたマイルドライナーも販売している。ありがとうございます。